突然ですが、ぶつけました。カタログを見ていて、ピカピカ、ええなーって言ってたらぶつけました。今日はいい天気だったんで、9月17日日曜日、車の安全祈願に向かいました。安全祈願してから5分後、リップガリって、これ本当です。割れました。ちょい割れました。穴開きました。めっちゃブルーです。帰りにスーパーのカー用品店に寄りました。クワトロ X とか、なんか、いらんもん買いそうになりました。まあそんなどうでもいいけど、ちょっと機嫌が悪いです。意外と気になりまして、このままでは今日一日幸せな気分で終われないなって、あかん、こんな買ったらあかんで、お昼はおでんを食べました。美味しかったです。そして、休憩にリップスポイラーぶつけたのを忘れるために食欲が増しました。コメリで食べました。お家到着5分でリップを外しました。直さないとあかん、これ割れとるの、これも気になる、これどうしよう、わあもうどうしよう、もう磨いちゃえ、もうとにかく磨いて、穴開いてるからね、これちょっとね、超特急で仕上げようと思います。そんな早く塗っていいのか。ついでに動画も今日上げてしまおうと、この前リップ塗り直したの、まあ思うことある、もうええわって思うことあります。わ、もうパテパテ塗りますよ。この前塗り直したとこやのにねって本当思いましたけどね。下の方やからええかと、めっちゃ雑にやってます。ほんますんまそん、もう今日機嫌悪いです私。とりあえず水ペーパーで磨きました。大丈夫かなこれ、もうこれ後戻りできないですよ。もう事故の後の自己責任の動画となりますよ。パテ下地、これも終わりましたにしました。もうこんなもんでいいやって、テコテコになりましたけどね。ということでちょっと養生して塗ろうと思うんですけど、これもう広範囲になってしまいました。これもうダメかな、これもう失敗かななんて思いながらね、もうとにかくもうここまでしたら終わらさねえで、ちょっともう納得いかないんで私。とりあえずもう塗りたくりました。後戻りできません。とにかくもう過去には戻れない。きっと段差できるでしょう。気にしないでください。いや気にしてます。気にしてるからこそ家に帰ってすぐこれやってるんですけどね。もうね、私も気になるとね、次の日に持って行きたくないんですね。だからもう嫌になってきていますけどね。もうこれ全部塗り直そうかなとか、シート貼ろうかなって、もういいやーみたいな感じですね、これね。大丈夫でしょうかね、こんな塗り方して。で、めくったら、やっぱり、あ、なんかラインが来ましたけど、気にしないでください。ちょっと離れてみたら、あれ意外と、離れてみたら、なんか意外と分かりにくい。ちゃうか?これでいいんちゃうか?今日はもうこれでいいんちゃうか?ということで今日これもこの動画アップしてしまおうと思って今これ撮ってますけどね。もう嫌な気分は今日中に吐き出してしまいたい。スッキリしたいっていう、もう、今日動画上げてしまおうと思います。もうほら見てくださいこれ。わからんでしょ?あ、ちょっと縦の線は見えますけどね。わからんでしょ?わかる?やっぱわかるか。もう、しょうがない。今日は、しょうがない動画でした。ご清聴ありがとうございました。いいんちゃいます?これ。わからないでしょ?言わないと。かなーって思いながらね、自分に
言い聞かせて、今日は終わりたいと思います。ワクワクワークスレッシング。最後までご視聴ありがとうございました。今日はもう寝ます。おやすみなさい。良ければ、もう良ければでいいや、もう。チャンネル登録よろしくー。